い、皆さんこんにちは、ジュンです。そして今日はゲストで、今ですね、日本のレギュラーツアーを目指している遠藤里乃選手でございます。はい、遠藤里乃です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はですね、いつもアコーディアさんお世話になっております、成田東カントリークラブに来ております。ということで、前半は、里乃ちゃん最近 YouTube チャンネル始めたということで、はい、前半は里乃ちゃんのチャンネルの方で、私が飛距離のレッスンとか、うん、コースマネジメントについていろいろ教えてもらっている動画が流れます。里乃ゴル TV で検索してください。里乃ゴル TV です。はい、で後半はリンゴルフの方で、里乃ちゃんのまあいろいろ経歴とか、まあ、今後どうしていきたいかとか、里乃ちゃんについていろいろ聞いていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあよろしくお願いします。じゃあ早速いきましょう。はい、行きましょう。今日すごい暑いんですよ。暑い夏一番がやっと来たみたいな暑さです。急に暑くなりましたよね。急に暑い。昨日もちょっと暑かったんだけど、今日は朝から、朝7時半ぐらいに家出たんだけど、もうその時点でめっちゃ暑かったです。みゆちゃん身長いくつですか？170センチです。おお、結構高い方。みゆちゃんあれだよね、なんだっけ、なんの大会だっけ？ドラコンですか？あ、そう、ドラコンの大会。ドラコンの L1 グランプリっていう大会で優勝した経験があります。飛距離がですね、はい、その時の記録が、その時が294ヤードです。294ヤード、はい、やばいよね。練習では300いってたんですけど、あ、でも雨降ってて、でちょっと風も上げてたっていうのもあって、飛んだから、まあ、上出来かなって思って、まあ、他の人も飛ばないからね、同じようにね。そうですね。まあ、よかったです、優勝できて。その大会についても後でちょっといろいろ聞こうかなと思います。はい、そろそろ打てそう。そうですね、打てそう。326ヤードパー4です。はい、よろしくお願いします。お願いします。よいしょ。ありがとうございます。私でも結構このなんか弾道好きなんだけど、ありがとうございます。なんつーの、こう中弾道、中弾道の、はい、安心感があるというか。私も割と低い球の方が好きですね。弾が出る、弾が出てますよね。後半お願いします。お願いします。右キック、まずまず狙えなくはない。私が考えてたよりも飛距離があったね。距離があったね。飛距離ありましたね。もうちょっと右だったら、右だったらよかった、ね、そう、転がってってもうちょっと飛んだと思う。あ、ラフだったから、やっぱファーストバウンドラフだと飛ばないんで、なんか広旗が200ヤードぐらいに見えた私には。結構ありましたね。結構あったね。150ぐらいなんですけど、上げてるんで7番とですね。あ、ラフにやられた。すごい、7番ウッドでレイアップしました。この成田東、結構難しいです。昔なんかツアーもやってたみたいなんですよね。なんで結構難しい。はい、ひなちゃん何ヤードですか？残り94ヤードでした。94、52度で飛びました。飛びましたね。そうですね。え、こぼれて、あ、スピン乗ったの、乗ってたよね。乗って戻っちゃいました、バックスピンで。65、60ヤードぐらい。
58でいきます。なんだ。ね、風なのかな。ちょっと戻ってるよね。風もあるじゃないですか。うん。58度で行きます。はい。てか結構登ってる。間に入ってる、うん、跳ねそうですね。跳ねそう、うん、跳ねるね、うん、あ、跳ねなかったっす。普通に、ね、跳ねる予定でさ。わかります、わかります。跳ねていく気持ちで強かったんですよね。わかる。全然跳ねない。わかります。全然普通にいった。全然跳ねないじゃん。ねえ。ナイス。ありがとうございます。さすがですね。耐えました。はい。パー？パーです。ナイスパーです。ナイスパー。ありがとうございます。私はこれボギーパットですから。入れときましょう。入れます。ナイス。ボギーです。危ない危ない。出だしなんかダボとか叩くと嫌ですもんね。嫌ですね。本当に嫌だ。初めてボギーで上がりたいと思う。うん。やっぱお互いにナイスパー。ナイスパーとナイスボギーですね。あれですよね、リノちゃんはアメリカに。アメリカに行ってました。来たんですよね。はい、ゴルフ留学で。はい。行ってました。それは何年から何年？私が高校卒業してすぐに行ってたんで、19歳の時に行ってて、でなんかアメリカのゴルフアカデミーに入ってたんですけど、ゲイリー・ギルクリストゴルフアカデミーってところで、ゲイリー・ギルクリスト、リディア・コーとか、ホン・シャンシャンとか、世界のトッププロをコーチしてる人がいて、やってるアカデミーに半年間いて、最初カリフォルニア1年、残り半年間はあのフロリダに行ってました。アメリカでも。そう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 。そこでもみっちり合宿みたいな感じで。そう、もうずっと毎日ゴルフって感じで、トレーニングもいて、技術のコーチ、ゴルフの技術のコーチ、トレーナーさん、メンタルコーチみたいな、もう各分野もみっちり。そんな。そう、すごいね。でそこに1年半いて、そうなんです、戻ってきて、で、はい、あっちでそのプロの資格というか、そうですね、なんか私が持ってる PAT、PGA of Playing Ability Test っていうテストがあって、でカリフォルニアに行った時に、あのアメリカに住んでる人しか取れないんですよ、その資格が。そうなんだ。だから日本人で持ってるの多分少ないです。日本人の女性だと私ぐらいしか持ってないです。すごいね、結構貴重なのがあって、で、それはもうプロと同じ実力がありますよって認められたその資格なんで、なるほどね。なのでなんかそれで今そういうのでレッスンとかもしてる。なるほどね、はい、プロ一応その資格があるっていうので、プロゴルファーとして。そうですね。なるほどね。アメリカの試合とかも、あ、出てる、出ましたね、出たことある。あ、すごくなそう、アメリカとやっぱさ、なんか違いますね、私結構アメリカのコース好きで、広いけど、なんかあのラフが深かったりとか。あ、ラフは難しいよ。ただロケーションはもうめった見た目が全然日本と違って広く見えるんで、結構伸び伸びできるし、気候も向こうの方がカラッとしてる気候なんで、湿気がない分飛ぶんですよね。なるほどね。だからなんかもうビンビン振ってきて気持ちいいんだね。気持ちよくバン。まあ、日本はですね、湿気があったら飛ばないとかね。湿気があったらやっぱ飛ばないですね。やっぱ湿度で関係してくるんで、
そうだからアメリカ好きです。まあでも今後もアメリカで活躍したいなっていう。うん、そうこの前ちょっと笹生優花選手がすごかったんで、うん、ちょっとまあそんな感じになりたいなとは思いますね。活躍して。リノ選手、皆さんもよろしくお願いします。そろそろかな。はい。はい。なんかちょっと左向いてますよ。赤旗狙って。赤旗ね。はい、パッと決めて。そうですね。はい、ナイスショー。なんか最初のアドレスが良くなかったんじゃないですか。いや、それで言うと、おお、下まで下った。多分全然アドレスあ、分かったですね。うん、はい、ちょっとちゃんと距離見ます。あの 見ないで見ないで適当に打っちゃうそれぐらい見ないで打ってました。うん、次から気をつければ、はい、大丈夫ですよ。はい、1球目残ってるといいですね。あれはもう多分バンカーじゃない。バンカー借りてバンカーの左だからちょっとギリギリ。あの距離を見たら多分アウトですよ。うん、確かにあの距離いいんですか。はい、急な下り坂です。運転にご注意ください。ここ狭いんですよね。ほんと大体東って。でもリノちゃんめっちゃ飛んでるね。めっちゃ良かったです。全然向けてなかった。1球目はね、左向いてた。なんなら左狙ってたもん。あ、でもここ右の方がいいんです。そういうことですね。コース知らないからしょうがない。あ、そっか。あんな短いと思わなかった。左が見た感じ、旗の右狙いが旗か旗の右だったら、うん、私だったらあそこですもん。そう、私もだったら旗行ってそこだから。旗の左行っちゃったらもう OB。 確かに。だから結構狭いんですよ。間違えてますね。はい、教えてあげればよかった。聞いてください。まあ、なんか見た感じ大丈夫かなみたいな感じで。コースあの分かんなかったら聞いてください。こっち狙えればいいんですよね。そうですね。ちょっと確認します、ね。ちょっと見に行くか。もうそろそろ旗終わるかな。新しいことを始めようとしてるんで、すごい頭を使ってます。珍しく。コロナでなかなか進みも悪いし、もやもやですね。何をやるかはまだ未公開ですか。まだちょっと まだ未公開。未公開ですね。あ、でも別のプロジェクトをもう6月中、あ、それも7月ぐらいにちょっと情報公開できるかなっていうやつがあって、今2個やってて、まあ、3個目はちょっと中長期的に今やってるやつがあって、早く進めたいけど進まないから本当に大変やさい。さあそろそろ打ちそうなので7番ウッド。ちょっとガサガサガサってなりそう。できた。いや、おー、ナイスキック。おー、1個まで行きました。ナイス、ありがとうございます。 OK です。今日143ヤードで一番いいやん。使います。アゲンストなので。
とうございます。ナイスホーン、ありがとうございます。ナイスです。よかった、ピンに当たっちゃって。入ってんじゃないですか、もしかして超筋、超筋ってたよ。40ヤードぐらい打ちたいかなって感じ。あんまり攻めすぎるとバンカーある。いや弱いわ、ダメだ、全然ダメ、全然ダメ、全然ダメ、もう全然ダメ、もう全然ダメ、もうじゃあね、前半ね、ちょっと気合入れて奥のピン奥の時に思い切ってやったらオーバーしちゃったんでビビりました。ちょっと手前から手前から攻めすぎちゃった。朝やったからさ。確かに朝結構朝イケイケでどんどん攻めてたっけ。そうそう、イケイケでいいやと思ってやったんだけど。ボール吹きます？あ、大丈夫です、このまま行きます。はい、行きますね。はい、おー、タッチはまずまずすごい切れましたね。うん、持ってやり切れました。なんかしかも最後が最後グググって切れましたね。私は最初が切れんのかと思ってたら最後でしたね。最後でした。弱くなったらこの辺で、うん、切れる。お、いい感じ、いい感じ、入っちゃい、はい、ああ、まあ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  OK、 OK ですけど。 ありがとうございます、はい、ナイスパーです。いただきます。じゃナイスです。ありがとうございます。その距離のオッケーはね、オッケーなんですけど、この距離はオッケーすると視聴者さんが怒ります。いや、ちゃんとしっかり入れれば大丈夫ですよ。そう、今後オッケーもらえる。今後オッケーね。ちゃんと入ってれば毎回。はい。入んない時あるんですよね。あ、まあ、そういう時もありますよね。そういう時もありますよね。喋りながら打っちゃった。そうそう、そういうことあります。ある、うん、だから OK しないしない。そうそう、そうですね、うん、まあ焦って打っちゃった。焦って打っちゃいましたね。焦って打っちゃった。ちゃんと集中してれば入ってましたよ。あれね、たまに私やるんですよ。特にこうプレッシャーかけられた時に右手が強いからですね、多分。喋ってやると喋られる時があるんですよ。喋んない方がいいじゃん。私が喋ってるんじゃなくて喋られてちょっと打ちますみたいな。打ちますねっつって。そう、余裕を持ってね。そう、余裕を持って。まあ今回もやられたってことで。そうですね。はい。しょうがない。しょうがないですね。そういう時もあります。はい。だからやっぱパットって大事なんですよね。はい。いくら飛ばしてもあれ入んなかったら。そうそう。一打一打。そうそう。難しいですね。私今 OB して。そうだ。三打目、四打目。4打目打って、で5打目で、ね、手前、5打目でも手前だった。ミスしまくってどんまい大丈夫です。あの切り替え切り替え、はい。